残りの試合全勝するぞ。右を使う吉岡、エリア内コントロール、吉岡外して吉岡だ、こぼれ追加点、梅木が決めました。一番戻して前、高幸中3枚いる、鋭いボールが来た、ご覧と高井和馬、前から高井、ビューティフルゴール。枠を捉える非常に難易度の高いシュートだと思いますけれども、さすが高井選手というゴール。5枚いきます。仕掛ける橋本、右足のクロス、またオーバー、当たってゴールイン、オンゴール、山口4点目。内側取って橋本、足元シュート、高い5点目、山口止まりません。また速い後ろ、山瀬浩二が来た、岸田だ、オフサイドありません。Thank you.
よし、サンキュー、サンキュー、よしよしよし、やり続けること、自分たちがやろうとしているサッカーをやっぱり理解してゲームの中でやっぱり表現したい、言われたことだけじゃなくて、そのためにやっぱり普段から考え、見て考えて行動に起こす、それがすごい大事。次の準備しましょう、ね、ナイスゲーム、アウェーだけど次下関ボードにできるんで、ね、また全員でいい準備して勝ち点3を奪いに行きましょう。いいですか、 OK、 じゃあ終わりましょう。お疲れ様です。レオとそこだよ。はい、OK です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、よかったです、本当に翼がうまく落としてくれたんで。はい、その前に1本まさかずが落としてもらったボール、キーパーに真正面に打ったやつがあって、ちょっと思いっきり振ればよかったなっていうあれがあったんで、まあ、翼が落としてくれたやつを本当に思いっきり振った結果がゴールにつながったんで、はい、よかったです。ホームで下の席で回るので、しっかりまた準備して、本当に山口一番を取るのは最高なんで、勝って皆さんと山口一番を踊れるようにまた頑張っていきます。はい、ありがとうございました。勝ててよかったです。自分のプレーどうでした？自分のプレーはそうですね、やっと結果がちょっと出たんで、得点につながるプレーだったりアシストが、それは本当に前向きに捉えていこうかなと思ってます。そうですね、やっぱり攻撃の部分で自分たちがやろうとしていること、あと前回反戦出た背後の動き出しとか、さあクロスに入ってきたこととか、そういうところの迫力があったのと、あとその捉えた時の切り替えが早くて、もう一回二次攻撃につながるシーンがたくさんあったので、そういうなんていうんですか、チームとして全体でまとまってやるべきことをやった結果かなと思います。はい、じゃあ先生に向けてお願いします。次ホームでできるんで、下関でまたたくさん点取れるように全員でいい準備します。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。よいしょよっしゃ、マジカズくんが点決めて嬉しすぎて、マジでやべえやべえ、もう匂いがしたもん、あそこではい、でもオフサイドです。やっぱギリギリこうやってたから僕ここ押さえてこうやってた。ジョージお前逃げつくなって、お前ジョージ、はい、ビデー、俺はさっきやったもん。交代したのに山口一番踊るときにヒデだけ置いて歩かせてたんだよ。そしたらこいつが気づいて後ろにスプリントしてきた。あの時一緒にアドレナリンがチャレだ、アドレナリンが試合中出とるやろ、これやばいよ、アドレナリン出たんで、多分サポーターをみんな持ってたよ、これ使った方がいいっす。いや、ちょっと浩二さんがナイスパスしてくれました。浩二さん、ザース。じゃあ、残りの試合に向けて決めてます。はい、残りの試合、全勝するぞ、頑張るぞ。お疲れ様でした。